さあ皆さん、あの凄さがねいまいちわからないかもしれませんが、こちらのゴマフアザラシですが、本当に結構警戒心が強い動物として知られております。さあこちらの、ね、4頭のゴマフアザラシたち、シーパラで生まれ育ったゴマちゃんたちなんですね。さあですのでね、こんなに近くで皆さんに見ていただけるんです。ちびちゃんはね、割と最近で1頭で親の前でね、あの自由気ままにマイペースに過ごしていくことが多かったんですけれども、さあ今日はなんと大人のゴマちゃんたちマジで僕の方まで来てくれました。しかもね、あの一人でフラフラというよりかは、ありがとうございます。